せ。おーい、話せ。逃げおったんて甘いぞ。おい坊ちゃん、坊ちゃんいくつや。関係ないだろ。あ、悪は必ず滅びるぞ。うるさい。おい坊ちゃんよ、自分がなんで人質になってるか分かるか。なんでだよ。なんでか分からんのか。なんでなんだよ。ちょ、前に逃げようとして。悪は必ず滅びるからな。あ、もしもし、ボス。はい、あ、人質はもう、はい、そうです。はい、あ、まあ逃げないようにロープでは縛ってますよ。はい。そうですか、わかりました。なるほど、全裸にすれば逃げることもない。了解しました。はい、父さんの金か。父さんの金が目的なんだろ。全裸になる。何だよそれ。お前みたいなやつはすぐ逃げるからな。おい、全裸になる。全裸になったら逃げようと思っても逃げれないからな。全裸になる。やるぞ。全部言うからな。ここであったこと全部言うからな。ああ、言えばいいさ。その前にこの銃弾がお前の頭にパッと入るのかな。だよそれ。さあ早く脅した。ただの脅した。いいから早く。そんなのはただの脅した。早く脱げ。じゃあほどけよ。脱げねえだろ。確かに今の俺のおっとっとだな。うらよ。ああ、悪は必ず滅びるからな。脱げ。そんなのはちっとも怖くないんだよ。悪は滅びる。しょうがないこと言うなよ。絶対に言ってやる。全て言ってやるからな。言えばいいさ。確かに全裸にしちまえば。じゃあこれは向こうの方に。なんだよこれ。なんで僕がこんな目に遭わなきゃいけないんだよ。なんで僕がこんな目に。全裸になったら脱げないかな。さあ脱げ。全裸じゃなくても逃げないって、こんな怖い状況から。お前みたいなやつは逃げるんだよ。早く脱げ。脱ぎ取るぜ。ちくしょう。ちくしょう。恥ずかしくなんかないぞ。ちっとも恥ずかしくなんかないぞ。え、なに、なにこれ。ちっとも恥ずかしくなんかないぞ。やっぱり恥ずかしい。え、なにこれ、なにこれ。やっぱり恥ずかしいです。え、なに今の。やっぱり恥ずかしいな。今なに。え、もう一回、もう一回見して、もう一回見して。え、もう一回見して。でももう一回見してって。え、なに今の。全裸じゃなくても逃げないって。え、なにこれ、なにこれ。やっぱり恥ずかしい。え、なにそれ。やっぱり恥ずかしいって。え、じゃあなに。なんだろう、ダンボール。ダンボール。ダンボール箱。ダンボール箱。ダンボール箱なんかついてないですよ。え、もう一回見して、もう一回見して。どこにダンボール。ああ、どこにダンボール箱がついてるんですか。なぜダンボール箱なの。え、なに。ダンボール箱。どこについてる。ああ、ダンボール箱のついてないですよ。ダンボール箱。え、ダンボール箱どこですか。あ、とにかく交渉するならしてください。お父さんと交渉するならしてください。僕は、ね、あ、おもそ。何ですか。え、何ですか。お父さんと交渉するならしてください。僕はどこにも逃げませんから。あ、え、何。さあどうぞ、何でもしてくださいよ。電子レンジ買った。最近ですか。いや、買ってないですよ。電子レンジ。電子レンジ買った。買ってないですよ。いや、ダンボール箱にね、ドットがつけてるね。何を言ってるんですか。
僕は何も持ってないです。この通り、この通り何も持ってないですよ。ほら、さあしてください。何でも何でもしてくださいよ。え、何、もう諦めて。家電量販店で何か買った？いや買ってないですよ。はい、買ってないですって。え、買ってないですよ。何なんですか。もう何も感じませんね、全裸であることには。何も感じないです。なんで？なんで？なんで？いいんですか？頑張るわ、こうあれ。え？何買った？か、家庭料亭で何か買った？買ってないです。いいんですか、本当に？こんな大きかった？最初こんなちっちゃかったっけな、この人。じゃあ、ありがとうございます。